タイエイスマイラ・タイオは、ナイジェリア、ラゴス出身のサッカー選手。元同国代表。ティプロスのドクサカ・トコピアス所属。ポジションは、DEF。2005年1月10日に、フランスのオリンピック・マルセイユに加入すると、元日本代表監督であるフィリップ・トルシー監督の、元、名手ビセンテリーザラズが抜けた左サイドバックを、日本代表の中田浩二と争った。 2006年にはアフリカヤングプレイヤーをオブザイヤーを獲得した。左サイドバックのレギュラーとして2007から8.2008から9.2010から11シーズンの3度に渡りってリーグベスト11に選出された。2011年6月1日にイタリアの AC ミランへの移籍が発表された。 左サイドバックの定位置を確保するものと思われていたが8月21日に行われたユベントスとの親善試合で足首を負傷し全治1ヶ月と診断された。復帰後も戦術理解能力の低さから先発に定着できず2012年1月24日にイングランドの QPR へ半年間のレンタル遺跡が決定2013年7月 ブルサスポルへ完全一席。契約期間は3年。オランダで開催された 2005FIFA ワールドユース選手権に出場しに得点を挙げ、準優勝に貢献。大会3番目のプレイヤーとして、ブロンズボール賞を受賞した。2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会の代表にも選出されている。ナイジェリア代表としては2004年11月17日の、 南アフリカ戦でデビュー。アフリカネーションズカップ2006のガーナ戦では、決勝点となる代表初得点を挙げた。2008年、2010年のアフリカネーションズカップにも出場した。北京オリンピック出場は、マルセイユの要請を考慮し辞退した。2010フィーファワールドカップのメンバーにも選ばれ、アルゼンチン戦とギリシャ戦に先発出場した。この項目は、 ウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。